は足利市福井町にあるおかずプラザさんに来ています。テイクアウトまだまだお店はあるぜ。まさか住宅地にあったなんて。相方が探してくれたお店です。唐揚げが美味しいとか。プーキーメニューです。唐揚げやっぱすごいね。種類は結構豊富です。お弁当があってパスタもあります。お惣菜系もありますよ。ポテト焼きそばもある。オードブルもあるの嬉しい。こちらお店の営業時間と場所。唐揚げのソースもつけて二度美味しいやつ。ドライカレーにバターライス。これは迷うわ。あー、どれも美味しそうです。ドライカレー唐揚げ弁当590円。トロリン。蓋が閉まってる時です。これはもう唐揚げにカレーは嫌いな人いないですよね。唐揚げは小口で食べやすそうです。カレーが混ざったご飯、素晴らしすぎます。ボリューム満点。ドライカレーはどうかな。スパイシー系のいい香りがします。綺麗にまんべんなくって感じです。小さい具材も。こちらの唐揚げ、ニンニクの匂いがきてます。衣は薄めな感じです。これは間違いないな。唐揚げ弁当並470円。ダラレン。蓋が閉まってる時です。これワンコインでお釣りですよ。ほんとこの唐揚げ美味しそうですね。皮の部分もパリッとしてそうです。お米もぎっしりな感じ。こりゃ楽しみだ。唐揚げ一つもらいました。子供が横でうまって言ってます。そんな美味しい唐揚げ楽しみ。柔らかいスパイシーでパンチガツン。そして肉は柔らかくてジューシー。濃すぎない絶妙な味です。横にあったきんぴらも気になりますよね。ごま油効いてて激うま。唐揚げの中はこんな感じです。肉までしっかり味しみてますよ。スパイシー系の唐揚げは大好きです。隣のタルタルも気になります。こりゃ米進むこと間違いなし。それではいただきます。よだれ出てしまうなー。ガブリ。タルタルもうまー。タルタルだけで食べたいっていうことで食べちゃおう。ガブリ。お口が幸せパレード。卵が入ってて優しいタルタル。キノコクリームパスタ680円。ダラレン。蓋が閉まってる時です。私はこちらに行きました。チーズたっぷり、キノコたっぷり、スープパスタっぽいな。匂いがもろにチーズです。具材はしめじに舞茸。美味しそう。それでは麺を見てみましょう。チーズが溶けて伸びる。めっちゃ美味しそうです。キノコとクリーム抜群に合うよね。何度も見せます。チーズのビヨン見えてますか。本格っぽい。それではいただきます。太陽直撃でちょっと顔赤くなってます。うわ、すげえ。チーズ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 。ソースたっぷりで深い味わいです。キノコにも味が染みてて美味しい。クリーム感もあり、やっぱり美味しいです。鼻から抜けるチーズの香りもすごい。本格パスタを食べている感じです。キノコの食感もいい。こんな大きな舞茸もありますよ。これをかぶりつきたいね。もう私の食欲爆発中。思ったことがあって、卵黄入ってるかも。店員さんに確認してないんですが、相方とそんな話に。来た来た、がぶりつきタイム。うまい。唐揚げ弁当ごちそうさまでした。クリームパスタごちそうさまでした。それでは振り返りです。初めて来たんですが、唐揚げがやばい。次のお祝い事はここの唐揚げかな。本当にニンニク効いててスパイシーで。私ドストライク唐揚げでした。本格パスタも濃厚チーズ。ごちそうさまでした。